皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。えっ、ー、と、今日の雑感はですね、まあ、心の準備みたいなことをちょっと、えー、テーマに取り上げてみたいと思いますけども。あの、きっかけはですね、ん SNS かなんかだったと思うんですけど、あの、アンケートというか、まあ、うんちょ、調査というか、 うん、そ,そこのところにちょっと、えー、まあせ、説問があったんで、まあ、答えてみようかなと思いつつ、えー、他の人がどういう答えしてんのかな、みたいな、えー、そんなところを見たかったんで、まあ、ちょっと興味が湧いて、えー、見てみましたと。なんで、えっと、まあね、内容的に言うと、その、うん、何かをしようって思ったときに、うん、 心の準備なのか、こう、どこでこう、前に進めないのかみたいな話なんでしょうけども、あの、まあ、その中の一つに、心の準備はできてるんですけど、その、なかなか、えー、うまくいかないんだろうな、きっと。えっと、その、うん、気,気持ちの準備はできてて、で、えー、っと、まあまあ、それが踏み出せなかったりとか、あとは、えー 心の準備ができていて、踏み出せるんでしょうけど、えー、全然うまくいかないもんだから、すぐにこうあの別の何かが、こう別のこう方法をこう提示されると、すぐそっちに飛びついちゃうみたいな、えー、そんなことだったりもするみたいな回答が、まあまあまあ、それなりに多かったというか、あったんですけど、うんと、まあ、なんていうんですかね、その、 心の準備だけで果たしてこう,うまくいくというか、えーそ、そういうのってなかなか難しいというか、あのー、私自身の、うん、思いとしては、その気持ちの準備が、その心の準備がちゃんとできていて、でえーまあ、ど,うどういう方法で,で実際行動するかみたいな、そういうことなんだろうけど、うん そのところ言うと、うん、まず行動しようっていうか、やりきろうっていうふうに思ってから <laughs>、どんなこ,ことが、えー、必要かなっていう、えー、技みたいなものに戻って、最終的にその、えー、じゃあこれ続けられそうだから行こうっていうふうに、うん、考えるような、えー、感じなんで、多分その、えっと、真に対、 いうそのこ気持ちが決まって技、どういう技、えー、方法が決まってで、実際に動き出すっていう話なのと、えー、同じように、今度、体はなんとか動き出せそうだと。で、えー、そうしたらどういう、えー、方法がいいのかなと。で、えー、方法まで分かったら、じゃあいけそうかなと思って、最後に気持ちが動くみたいな、えー、そんな感じじゃないのかなというふうに。 私は思いますというところで、えー、回,回答するというかそう、そう思ったんですけど、それって、その、よくよく見てみたら、<laughs> よくよく考えてみたら、あの、手帳の中の価値観というところに、まあお、同じことが書かれていて、<laughs> で、あのあ、まあまあ価値観の通りというふうには思っちゃい,いるんですけども、あの、どちらにしても、その、気持ちの、えー ところで、えー、動くかかどううっていうのはちょっとまた <laughs> 違うような気がしていてというか、うん、気持ちだけでは、まあ、とにかくその行動には移せられないんだろうなというちょっとそんなふうに思いましたと、まあ、自分の,こうあの行動パターンでもあるし、まあ、周りの人のこう行動とか、えー、結果を見ても、うん、なんか気持ちだけでは <laughs> なかなかこう、うまくもいかないし、実際行動もできないんだろうなというふうに思いましたというところです。ちょっと手帳と <laughs>、ちょっとあのは離れてますけども、ちょっとそんなこう、行動するときの、まあ、心,心理状態ということで、まあ、ちょっとテーマにしてみました。何かの参考になればいいかなというふうに思います。ということで、今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。うんのたかしがお送りしました。それでは。